ブレイクダンスは、ストリートダンスの一つで、ヒップホップ三大要素、もしくは四大要素の一つ。宵い闇のブレイクダンス代々木公演前世紀は1980年代、前半。英語圏では、ブレイキン、B ボーイング、B、ガーリングとも呼ばれ、ダンサーを B ボーイや B、ガール、ブレイカーと呼ぶ。B ボーイ、B ガールの B は、ブラックの B と誤解されがちだが、 これは誤りであり、ーボーイとはブレイクするもの、もしくはブレイクビーツで踊るもののことである。ブレイクダンス、ブレイキンという呼称は1980年代前半に世界的に広く知られるようになった。ブレイクダンスは1970年代にニューヨークのサウスブロンクス地区のアフリカ系アメリカ人やラテンアメリカ人の若者たちによって発展したストリートダンスのスタイルである。 また、アフリカ・バンバータの提案で、ギャングが構想をまとめるために銃撃戦の代わりに、ブレイクダンスのバトルを用い、発展につながったと言われている。映画、ワイルド・スタイルは、ブレイクダンスを知らしめるに十分だった。後に、ニューヨークのロック・ステディ・クルーなどのクルー同士による大規模な構想がメディアの関心を受け、これが、ダンスチームの急速な成長へとつながった。ディスコクラブや、 テレビ番組、公のイベントなどにもブレイクダンサーは進出していった。人気は1980年代後半には下火となったが、アフリカの民族舞踊などの動きなどが取り入れられ、地味ながら安定した人気もある。バトル・オブ・ザ・イヤーや UKB ボーイチャンピオンシップス、フリースタイルセッション等の世界大会も行われるようになっている。ブレイクダンスの多くの基礎は1970年代。 以前の他の文化で見られる。1867年に出版されたジョン・マクレガーの著書バルト会の公開には若い男が一人で空中に不可解な跳躍を繰り返し練習していた彼は体を振り上げ状態が大きな円を描いた時手を軸にして回転していたというスウェーデンのノーショーピング市近くで見たとされる描写がある。その外観は一見。 ブレイクダンスのように見え、サーモン地区のダンスなどと呼ばれていたという。1894年、発明王のエジソンが開発に協力したキネトスコープの実演用としてブレイクダウンを踊っている映画を撮影した。その後、1898年に彼は曲芸的なヘッドスピンを披露する若いストリートダンサーの映画を撮影した。1959年に、 ナイジェリアカドゥナ州の民族の間でブレイクダンスが存在していたという証拠映像がある。しかし、米国では1970年代までに明確なダンススタイルとして発展することはなかった。1983年4月15日、アフリカ系アメリカ人のゼニファー・ビールス主演の映画、フラッシュダンスが公開された。劇中、主人公をはじめ様々なシーンで、 ブレイクダンスを披露している。1984年2月17日、ケビン・ベーコン主演の映画、フットルースが公開された。ケニー・ロギンスが歌う主題歌、フットルースが映画と共に世界的大ヒット。現代では珍しいが、白人俳優たちがポップロック曲のフットルースでブレイクダンスを披露している。同年5月4日、映画、ブレイクダンスが公開された。 映画ブレイクダンスでは、オリージェリーのブレイキン・ゼアズ・ノー・ストッピング・アスは全米ポップチャートでもヒットした。83年以前からブレイキングを取り入れていた素人やセミプロのダンサーはいたかもしれないが、TV 等のメディアで披露した芸能人の記録をたどっていくと1983年12月頃からデビュー前の少年隊の西木織一世が歌番組でバックスピンや ウィンドミルを披露。1984年8月9月にはアメリカの番組に少年隊3人で出演した際にも披露。9月にニューヨークのブリーミングデールズのジャパンフェアに出演した際にも披露したとみられる。当時、日本にはブレイクダンスを教えられる講師はまだおらず、ジャニーズ事務所の合宿所にはジャニー北川氏がアメリカから取り寄せた。 日本未公開のダンス映画や音楽番組のビデオがたくさんあったため、それらを何度も繰り返し見て独学で習得していったと、西木織自身がラジオ等で語っている。また、高校時代に同級生であった振付師のパパイヤ鈴木は西木織が学校でブレイクダンスを踊る姿を何度も目撃している。しかし、少年隊の振付の基礎は、ジャズダンス、モダンバレー、 ロックダンスが多用されたことから目新しいストリート系ダンスが取り入れられるのは一部分のみであったこととデビュー前ということもあり爆発的なムーブメントには至らなかった。1984年月日、不明、TRF のサムが昔所属していたリフラフというアイドルグループで活動していた頃、メディアでウィンドミルを披露。しかし、 リフラフは一部の大人びたファン層にしか受け入れられず、こちらもブレイクダンスを流行らせるきっかけとはならなかった。1984年12月21日に、風見慎吾が発売した曲、涙のテイク、A チャンスでブレイクダンスを披露。これを機に日本中に広まった。一般大衆にまでブレイクダンスというダンスジャンルを浸透させたのは、間違いなく風見慎吾である。 コッペンハーゲン街頭でのブレイクダンス音楽はブレイクダンスにとって大切な要素である。ブレイクダンスの音楽であるブレイクビーツの元となった原曲は1970年代から1980年代頃のファンク、ソウル、ジャズファンク、ラテン、ディスコミュージック、R&B などの感想に見られる。これらの異なった曲を DJ が編集したものが用いられる。この手法は DJ クールハークにより生み出された。さらに、ハークの友人であるグランドマスターフラッシュやアフリカ版バータラがこれを発展させた。やがて、ブレイクビーツの他に、スクラッチもブレイクダンスを盛り上げる要素として加えられていった。ブレイクダンスに適した音楽であればジャンルは制限されず、異なった音楽のジャンルであるエレクトロ、ロックなども使用される。 ブレイクダンスの課題曲としては、ジェームス・ブラウンの Divvy と Up or Turn It Loose や、ジミー・キャスター・バンチの It's Just Begun、インクレディブル・ボンゴ・バンドの Apach などがある。アメリカでは、ロックステディ・クルーのメンバーも、ファブ・ファイブ・スレディ・ビッグ・ダディ・ケインも、ビもボーイという用語を使用し、ブレイクダンスの普及に貢献した。また NYC、ブレイカーズなどがメディアで活躍し、 アメリカ国内でブームを巻き起こすも、ブレイクダンスのブームは80年代後半には下火になってしまった。だが、80年代には、ブレイクダンスはヨーロッパや日本にも伝わり、人気を得ることになる。1990年にはドイツで、世界大会バトルオブザイヤーが開催されるまでになり、アメリカでも人気を盛り返す。90年代、現在のブレイクダンスの基礎を築いた。 ロックステディクルーロックステティクルーのプリンスカンスウィフトの影響を色濃く受けたアメリカのスタイルエレメンツはブレイクダンスを一つ上のレベルまで押し上げたと言われ後のシーンにも多大な影響を与えている2000年代に入り斬新なダンスを見せる B-BOY がフランスなどのヨーロッパ諸国や韓国から次々と登場した韓国の代表チームは 著名な世界大会のタイトルを次々と獲得し、確固たる地位を築いている。韓国では、ブレイクダンスのプロとして活躍しているダンサーも多く、政府までが支援に乗り出している。さらに、イベント会場も、クラブのようなアンダーグラウンドな場所ではなく、一般のホールなどを借りて行われることも多い。その他の地域でもシーンの広がりは目覚ましく、北、アメリカ、ヨーロッパ以外にも、 東アジア、東南アジア、西アジア、アフリカ、オセアニア、南米など、果ては、ロシアのチームが2008年の著名な世界大会で、準優勝するなど、b b o イ B-Girl は、世界中に存在すると言っても、過言ではない。現に、ボティ参加国は年々増加している。2000年代は、バトルオブザイヤーと、u k b b o イチャンピオンシップス、フリースタイルセッションが、 世界三大大会と称されていたが、レッド、ブルービー c ンや、R16 コリア、ワールド b ボーイクラシック、i IBE 等、世界規模の大会が開催され、メディアへの露出機会も増えたため、世界規模のシーン拡大に貢献している。ブレイクダンスは主に、トップロック、ダウンロック、パワームーブ、フリーズの4つの要素からなる。一度に、すべての要素を盛り込む必要はなく、 どの動きに重点を置くかは、それぞれのダンサーにより異なる。これらをより高度なレベルでこなすには柔軟性や筋力、リズム感が必要不可欠であり、即興性も求められる。フットワークを中心に踊る人をスタイラー、パワームーブを中心に踊る人をパワームーバーと呼ぶが、そういったものに分類されない多彩なダンススタイルもある。分類としては、他にパワー、アブストラクト、 ブローアップ、フレーバなどがある。また、地域別の分類としては、トラディショナル、ニューヨークスタイル、ユーロスタイル、トロントスタイルなどもある。ブレークダンスにおいては、ダンスバトルが主な表現の場である。もともとは、いわゆるストリートの少年たちが喧嘩する代わりにダンスで、勝負したり、練習場所を争うために自然に行われるものであった。現在では、 バトルイベントとしてオーガナイズされたものが中心であり、音楽を流す DJ、その場を仕切る MC、勝敗を決めるジャッジがおり、個々のダンサー、あるいはクルーがフロアの左右に分かれ、その間のフロアでお互いがダンスを披露する。それぞれのクルーが交互に踊らなければいけない、相手に触れてはいけないというのが暗黙の了解であり、基本的にそれ以外のルールは存在しない。 また DJ の選曲は、ダンサーのテンションやバトルの流れに大きな影響を及ぼすので、DJ の実力が試される場でもある。勝敗はすべてジャッジの裁量に委ねられるが、基準となるものはなく、どこに重点を置いて評価するかは、それぞれのジャッジにより異なる。そのため、バトルイベントのジャッジは必ず複数いる。クラブの DJ タイムなどに行われる、ジャッジや MC のいない。 サークルバトルというのも存在する。イベントバトルと違い自分の好きな相手に好きなだけバトルを挑むことができる場であり、またバトル経験の浅い、あるいは全くない人の実践練習の場としても重宝されている。いろいろな人が、おのののタイミングでただ単に技を披露するだけのサークルと呼ばれるものも存在する。クルーが様々な楽曲を編集してある程度の長さの曲を作り、 その曲に合わせて、クルー全員でエントリーをしたり、ソロパートを設けたりして作る、振り付けのことである。バトル・オブ・ザ・イヤーでは、予選から、詳細度として、各クルーがショーケースを披露することを義務付けられている。オリンピック会2018年、ブエノス・アイレスユースオリンピックでのダンススポーツ、ブレイキン男女混合決勝戦、ブロリアンド、レクシー対。 ラム &B4 での B4 オリンピック会では、国際オリンピック委員会及び IOC 公認団体アリスフに加盟する世界、ダンススポーツ連盟構成で正式競技となり、2024年パリオリンピックでは2種目が追加種目となった。B ボーイのファッションは個性であるとともに、機能性と密接に関わっている。まず靴は、軽量でよりグリップ性、耐久性があるものが求められる。 頭に被るものは特にヘッドスピンなどのパワームーブから頭を保護したり動きを容易にするためにニット帽やヘルメットが用いられている。またこれらの下にバンダナを巻くことによって髪が引っかかる深いさから守っている。1980年代の b ボーイは分厚くしっかりとした型の紐靴を履いていた。また b ボーイはより機能的でおしゃれなものを身につけるように なり、摩擦の少ないシャツや、フードのついた個性的なものを着ていた。また、アイテムとして、ゲットーブラスターなどの大型のラジカセや、ストリートでの公園に使う段ボールを持ち歩いていた。クルーでの一様性や、連帯感を出すために、帽子やシャツ、靴を合わせて使うこともあった。クルーで統一するグループは多い。ブレイクダンスを支援する、大手ブランドもある。 これらはブレークダンスイベントも公演している。一方で、ナイキは渋谷宮下公演の民営化問題で厳しく批判された。近年は技の増加により、はっきりとした名称が付けられていない技が増えてきた。これはパワームーブ、フリーズなどでも言えることである。さらに、ダンサーのオリジナルの技をシグネチャームーブと呼ぶこともあり。 それらを真似することをバイトと言って批判の的になることがある。しかしながら、ウィンドミルやシックスステップのようにシグネチャームーブも時が流れるにつれて、ブレイクダンスの基礎としてバイトの枠から除外されることがあり、バイトの定義は曖昧である。また、地域による技名の違いもある。例えば、以下のギャラリーにあるジョーダンというフリーズは、日本以外ではパイクと呼ばれることが多い。 さらに、日本では足や手の形によって技の名称が異なることが多いが、海外では総称して一つの技名で呼ばれることが多い。1983年に映画ワイルドスタイルで来日したロックステディクルーが日本にブレイクダンスを紹介した。それまではほとんどメディアに紹介されることはなかったが、西部デパートの記念イベントとしてテレビの午後11時で放映した。 その時の放映で、ファンキージャムがエレクトリック武器を教えていることが紹介される。ファンキージャムブレイカーズが誕生し、日本各地でショーをしたことで広く知られることとなる。1984年11月には、風見信吾が楽曲、涙のテイク、A チャンスを発売し、テレビを通じて一般にも知られるようになった。ストリートで練習する若者が増え現在に至っている。しかし、 公共の場である駅や、ビル前で大音量で音楽を流したり、道をせだり、ゴミを捨てて帰るようなモラルを書いたダンサーも現れ、そういったダンサーのために、ダンス禁止の看板が掲げられる場所もある。日本のタレントでは、TRF のサムや、ダパンプ、ナインティナインの岡村隆史らが、ブレイクダンスを得意としているが、黒人の模倣との見方もある。2005年以降は、ネット上で、 世界中から動画を集めて更新するサイトが登場し、若年層における新規参入者の増加に貢献した。代表的なサイトは激走ブログ、ブレイクダンスジャパン、ブレイキンサイファーがある。しかし、ネットでは上舌であるがバトルにも行ったことがない、大したスキルを持っていない人を、ネットブレイカーと呼ばれた。2010年代から、イットブをはじめとして、テレビのダンス番組が増え、 さらに若い層の新規参入に貢献している。ザ・フロアリアーズ、モータルコンバット、アリアなどのチームがある。キッズブレイクダンサーの活躍も顕著で、ビーガールのダンスレベルも高い。日本のブレイクダンスシーンには、年齢性別問わず、幅広い層が存在する。ありがとうございます。